皆様、はじめまして。タカラトミー、トランスフォーマーデザイン課の辰巳と申します。今回、MPM ブラックアウトのデザインを担当させていただきました。本来であれば、そちらにお伺いして、皆様と実際にお会いしながら、いろいろとお話をしたかったのですが、昨今の情勢から、それは難しいため、今回はビデオメッセージという形で、ご挨拶をさせていただければなと思います。私は一昨年タカラトミートランスフォーマーデザイン課に配属されました。 MP や MPM シリーズを担当させていただくことは私の中でもとても大きな目標の一つでしたので、今回こうして皆様に MPM ブラックアウトをご紹介できることを大変嬉しく思っております。で、今回担当させていただいたブラックアウトは実写映画一作目に登場したキャラクターです。物語序盤の衝撃的な変形シーンから、力強い数々の戦闘シーンで私たちを実写トランスフォーマーの世界に一気に引き込んでくれた魅力的なキャラクターで、私も昔から大好きです。ブラックアウトはすでにスタジオシリーズで発売されておりまして、そちらもファンの皆様から大変ご好評いただいております。そんな彼を今回 MPM で出すからにはスタジオシリーズからかなりのグレードアップが必要だなと考えており、デザインを進めておりました。 MPM ならではのこういったサイズ感であったりディテールの細かさというのはもちろんのこと、劇中再現のための各種ギミックもいろいろなところに盛り込んでおります。こちらは現在最終調整中の開発サンプルです。まずビークルモードは底面まで含めて実機を忠実に再現しており、サイズもかなり大きいので満足感があります。メインローターを回すとこうちょっとした扇風機くらいの迫力があります。で、後部のハッチも実機のようにこうパカッと開きますし、中には付属のスコルポノックを収納することもできます。続いてはビークルモードから各部を折りたたむように変形して完成するロボットモードはこんな感じです。この状態ではロボとしての情報量がかなり増えて存在感がありますね。造形で特にこだわったのは胸部周りで、ここに劇中通りここですね、ここに空間が空いているのと、ここから胸からキャノンが展開できたりします。印象的な武器であるローターブレードはビークル時のメインローターの中心部で構成されておりまして、これだけでも回転することができます。両腕に装備するブラスターも付属しておりまして、このブラスターの先であったりこの胸部のキャノンの先には付属のエフェクトをつけることができます。で、こっちにはローターブレードをつけたりして、こんな感じでいろいろと武装することで、米軍の片歩き地や市街地で暴れ回った姿を再現できるようになっております。ブラックアウトは上腕や太ももが意外と細い一方で、上半身とか前腕で足先っていうのは結構塊として大きいです。そのあたりのバランスを再現できるようプロポーションには気を配りました。玩具の図面と劇中の CAD データを何度も何度も見比べながら細かい修正を重ねました。それと彼はなかなか癖の強い骨格をしているのですが、ダイナミックに動かせるよう関節の位置や強度にも気を配っております。ダイキャストパーツは安定感を持たせるため主に下半身に使っています。膝前のプレート、このプレートの部分と、つま先、こちらがダイキャストパーツになっております。それと、スコルポノックの胴体、
こちらの胴体もダイキャストパーツになっております。はい、開発サンプルご覧いただきましたがいかがでしたでしょうか。まだまだお話ししたいことはたくさんあるのですが、続きはぜひ実際の商品を手に取っていただいて楽しんでいただければなと思います。 MPM シリーズも今回のブラックアウトで13体目となりました。ここまでシリーズを続けてくることができましたのもトランスフォーマーファンの皆様からの応援があったからこそです。いつも本当にありがとうございます。私たちタカラトミートランスフォーマーデザイン科は変形の魅力をとことん追求し、かっこよくて楽しい商品をどんどん生み出していきますので、これからも応援よろしくお願いいたします。最後になりますが、チーム一同皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈りしております。以上、タカラトミートランスフォーマーデザイン科辰巳でした。どうもありがとうございました。